天国と地獄はトムとジェリーの短編作品の一つ。1949年7月9日公開。暖炉の傍らで心地よさそうに眠るトム。そこへジェリーがつまみ食いに現れ、いつものように追いかけっこが始まった。トムは会場へ逃げるジェリーを捕まえようと階段のカーペットを引っ張るが、 その際カーペットにつられて滑り落ちてきたピアノと壁に潰され死亡してしまう。トムの魂は長い長いエスカレーターで天空へ運ばれていき、雲の上に広がる異世界を見回しながら奥へと進んでいく。そこには天国急行という列車が止まっており、そこからたくさんの死んだ猫たちが列車へ乗り込んでいた。さらに改札ではトムの悪友、ブッチ、フランキー、 続いてアロイシウス、子猫のフラフマフタフが駅長のチェックを受け、列車に乗っていく様子がうかがえる。トムも駅長の目をかいくぐっていこうとするが、見つかって止められてしまう。君は自分の一生を罪のないネズミをいじめることに使ってきた。残念だが通すことはできない。駅長はトムにそう話すが、ただ一つ天国へ行ける条件を提示し、 許しの証明書という書類を与える。列車の発車時刻までに、自らの罪に対する許しの証として、ジェリーの署名をもらえれば特別に通せるというのだ。もし失敗した場合、恐ろしい門番スパイクが待ち構える地獄行きとなる。覚えておけ。残された時間は1時間だと、駅長が念を押した直後、トムは現世に戻ってきた。 夢だったと思いひとまず安心したトムだが、トムの手には書類が。すぐさま天国から駅長の急げ、トムという声が響き渡る。早速トムはジェリーにケーキをあげて署名するよう頼むが、事情を知らないジェリーは全く協力せず、いつものようにやりたい放題。困ったトムは署名を偽造しようとするが、すべてを見通している駅長の前では無意味だった。 トムは改めて、ジェリーの下を訪ね、彼の大好物であるチーズを報酬に署名を書いてもらおうとする。だが、内容を一読したジェリーは、もので全て生産しようなどと考えるトムの態度に、腹を立て書類をビリビリに破いてしまう。怒ったトムはジェリーを叩きのめそうとするが、背後に門番が現れトムを追い詰めてきたためすぐに、ジェリーを解放する。 やがて天国列車が出発する音が鳴り響く。破かれた書類を貼り合わせジェリーへ必死に懇談する。トムはようやく署名を書いてもらったことで改札口へ引き返そうとするが、あと一歩のところでエスカレーターが消えてしまう。とうとう列車に間に合わなかったトムはそのまま燃え盛る。地獄へと落とされ、逃げたぎる釜の中でスパイクに槍で串刺しにされるのだった。 気がつくとそこは天国でも地獄でもない暖炉が灯る見慣れたリビング。トムはただ眠っていただけだった。一体あれは何だったのかそれは夢だったのかとにかく生きていることに大喜びのトムはジェリーを巣穴から呼び出し彼を抱きしめながらキスを繰り返す。わけがわからないジェリーは首をかしげるばかりだった。TBS 系列び系列で 1964年から1990年頃まで時折放映された DVD にも収録。ありがとうございます。